皆さんこんにちは、ふうです。今日はちょっと、三脚が壊れてしまったので、スマホを、手で持っての撮影になるので、少し手ぶれとかあるかもしれません。ちょっとあと風邪が、まだ完全に治りきってなくて、ちょっとお聞き苦しいところもあるかと思うんですが、最後まで見ていただけると嬉しいです。今日は島村とアベールの購入品を紹介していきたいなと思います。ではまず島村から紹介していきたいと思います。はい、今回は雑貨ですね。インフルエンサーさんコラボの雑貨を購入しました。当日は、ちょっと買いに行けなくて、オンラインで購入して、あとはオンラインで買えなかったんで、もし店舗にあったら買いたいなって思っていて、店舗に行ったらあったので購入したものたちになります。まず一つ目が、こちらです。ユミさんのブランケットになります。こちらが、ユミ、九死臭のうつき、泡桃ですね。で、お値段1089円になります。ブランケットは、ちょっとこれはもう車の、膝掛けに使いたいなと思って買いました。この絶妙なピンクの色が本当に好みで、すごい可愛いなと思ったので購入しました。で、収納方法もちっちゃく畳めるので、畳んでおけば車に置いといてもそんなにスペースは取らないかなっていう感じです。まずこちらを購入しました。で、続いてがこちらです。ユミさんの枕カバーを買いました。ユミ 43PC ピーチフリル、こちらは泡白ですね。649円になります。あと全体の絵柄がこんな感じで、ちょっと枕カバーをね、そろそろ変えたいなと思っていたので、今回はこちらを購入しました。本当はシーツとかも一式変えたかったんですけど、うちのベッドがセミダブルなので、シングルサイズだとどうしても敷きパッド使えなくて、またちょっとセミダブルサイズ出してほしいなって思ってます。続いてが、太陽さんコラボのものを買いました。こちらキャップですね。TY イコール10キャップ中青、1089円です。色味もすごい迷ったんですけど、この青持ってないなと思って、結構黒とかやっぱりベージュは持ってるので、青に挑戦しようと思って買いました。で、あと太陽さんのはアクセサリーをゲットしました。それがこちらです。はい。TY スネークリボン N 淡金539円です。リボンのネックレスですね。買いました。ちょっとイヤリングとかはどうしても私痛くなってしまって、ノンホールのイヤリングしか最近使ってなくて、で、たまたまそのリボン型のこういう同じようなノンホールピアス、イヤリング持ってるので合わせられるなと思って購入させてもらいました。ちょっと色が見づらい、めっちゃ可愛いなと思います。で、最後コラボ商品はこちらです。青木美沙子さんのシュシュを購入しました。 AM レース 2P シュシュと、色味は中黒です。1089円になります。シュシュはちょっと引っ越してからちょっと処分とかだいぶしてしまって持ってなくて、で、髪の毛も最近伸びてきたので、まあ、シュシュとしても使えるし、まあ、腕のお袖止めもとしても使えるということで、まあ、黒はなら、まあ、そのノリータファッションじゃなくても使えるかなと思って、多分1個娘行きになると思うんですが購入させてもらいました。
あとはちょっとコラボ商品じゃないんですけど、ちょっと SNS インスタとかでも結構バズってる商品です。こちらヘルムさんのお洋服なんですが、プードルロゴビッグティー M サイズ中白1089円です。 L サイズが私が行った店舗なくて、で結構何店舗か回ってたんですけど、ちょっともう見かけなかったのでゲットしてきました。このプードルちゃんめっちゃ可愛くないですか。結構あのインスタとかにも上がってるので、気になる方がいたらぜひゲットしてみてください。以上が島村の購入品で、アベールの購入品です。まずはパンツを買いました。ラブボートとのコラボのやつなんですけど、もう完全に部屋着用で買ったやつです。 SLB ベルト付きワイドパンツ M サイズ中黒、1989円です。ベルトがついてて、ここは長さ調節ができます。でちょっとここサイドが開いてるんですが、もう完全にこれはルームウェアとして着るので問題ないです。でロゴがこのベルトのところに入ってるやつです。あとはセール品なんですけど、こちら、SU 両 U サロペット M サイズ中薄代々、定価が3080円が990円にお値下げされていたので買ってきました。洋流でちょっとまだ暑い日も続くので着れるなと思って、このサロペットがめっちゃ、ちょっとキャミソールタイプなんですけど、めっちゃ可愛いなと思ったので今回購入させてもらいました。めっちゃ可愛い。これもたくさん着たいなと思います。ということで今回の購入品以上になります。最後までご視聴していただきありがとうございました。ちょっと今回は本当手持ちのカメラで申し訳なかったです。また次回も見ていただけると嬉しいです。